チャオ、あっちゃんです。今日は2月の17日、土曜日。あっちゃん家のお昼ご飯だけど、ちょっとあっちゃんね、頭痛がするんで、お昼ちょっと今、もうちょっと様子見ようかなと思うけど、子供ちゃんにね、ご飯作りたいと思います。ちょっとなんか知らんけど、頭痛がするのよ。まあ、うん。頑張って作ります。はい、作りましょう。卵、うまいね。ベーコンちょっとだけ炒めます。ベーコン炒めている間に卵を、卵を4個ぐらい、卵を入れていきます。味付けが、白だし、何もかな、いい感じ。醤油、もうちょっと見た方がいいな。で、ご飯を、ね、入れます。ご飯を入れます。今こんだけになってるかな。ご飯を卵に巻いておきます。
コーナーが始まって。はい、で、焼き上がったベーコンをここに散られます。で、フライパンで油を熱して、よく混ぜてね、しっとりしていったら、美味しい TKG です。ではこれをね焼きます。と、ちょっと前にやったね、子供にこう大好評やった焼き TKG、元気になってきたよ。動いた方がいいよね。筋肉が固まってるのかもからね。あとお風呂入ったのかな。お風呂温めたのかな。でもお風呂入らんねだからね。それでね、あと、キャベツの千切りのサラダでも一緒に添えたら、キャベツの千切りサラダやったら食べてくれるからね。それでいきましょう。味見だけをしておきましょう。ね。はい。はい、できました。こんな感じ。じゃあもうちょっとね。いいね。ではいただきます。パクチャーハン。どう？おいしい。焼き TKG。
美味しいやろ。うまいよ、美味しいとってこれ。野菜全く取ってへんから。野菜は、人参、キャベツと、野菜ジュースで補ってもらいましょう。人参、キャベツと、人参の、人参のサラダで、青じそドレッシングで食べてくれるからね。ちょっと待って。お風呂入って首の子温めてくるよ。なんだろ、元気になると思う。明るい時にお風呂入るのなんかちょっと贅沢な感じで、まあ、土日のゆるい日はなんでいいと思う。食べる感じでも食べられなくなるからね。で、ずっとやくのに涙がやからね。とりあえずね、なんかお茶沸かしとかだからね。では、はい、完食しました。美味しかったです。ということで、今ゆるく過ごして。あとまたお風呂入ってね、ゆっくり過ごして元気になったらまた流したいと思います。では一旦ね、バイバイ。今日なっちゃんのお昼ご飯、焼き TKG 良かったなと思ってくれたら高評価で、またあの応援コメント待ってますね、ご意見ご要望はメールいただければ嬉しいです。で、ね、これからねまた見てくれるっていう人はチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。